皆さんこんばんは。今日はですね、ここの画面にあるんですけど、オラクルクラウドを使って仮想マシンを作成していこうと思います。ちょっと前までまだ英語の表記しかなかったんですけど、ここ最近日本語の環境もしっかりしてきて、やりやすくなってきました。あと、これちょっと右側に出てるんですけど、はじめに1ヶ月間だけ3万3000円のですね、クレジットがもらえるみたいです。はい、今もう僕は経過して半分ぐらい経っちゃったから、まあそれまでに使い切れんでしょうけど、はい。まあこの間に本当はもうちょっとやらないかんのでしょうけど、ちょっと時間が過ぎちゃったから、こんな感じになってますね。あと半分ぐらい残ってますね。で、今日やるのは無料ですご、やっていくわけなん、無料の枠がですね、この期間が過ぎてもできるっていうものがありまして、なんか仮想マシンで2台ぐらい、2個まで無料、あとデータベースとかでもなんか1個無料かな、この自律的なデータベースですね。あと、そうですね。何か、なんかクラウドが、ストレージが、なんか20ギガとか100ギガまで無料っていうやつがあります。はい。で、この後、期間過ぎてもですね、十分使います。はい。で、こういうふうに日本語の環境もかなり整ってきたし、ということでやっていこうと思います。まあ、僕の場合、このリージョンが、今、アッシュバーになってるんですけど、東京で皆さんはいいと思います。はい。ということで、やっていきましょう。無料の枠とか、そういうものは、ここのオラクルのホームページに載ってますんで、興味がある方は見ておいてください。それでは、コンピュートを押します。そうしますと、インスタンスの作成画面が出てきました。インスタンス名はね、今日の日付とここの下の時間が勝手に割り当てられますが、まあそこのままでいいんでそのままいきます。で、ここのね、OS は、CentOS で今回いきます。まあ、結構、検索しても結構出てくるし、やりやすいと思いますんで、これでいきます。今回はね。で、これ、シェイプで、ここですね。ここに Always Free って書いてあるんですけど、これちょっとやってみます。まあちょっと CPU とメモリが11ずつなんですけど、Always いつまで経っても無料ってことで、これやっていきます。で、このね、仮想クラウドネットワーク、新規で作るときは、こういう名前じゃないと思います。日付が違いますもんね。僕1個作ってあるんですよ。それを使いましたものをやります。どうせポートも同じとこしか使わないと思いますから。あとは、ここの SSエッジキーはやります。やらないと、ちょっと後々つながるためにね、SSH 接続したいんで、これ今からやります。で、今回使うソフトは、テラターム TTTTBCDT、テラタームっていうものを使って、まず鍵を作成します。ちょっと起動します。はい、こうなってます。で、まあちょっと接続の画面が出ても、ここはキャンセルして、設定の中の SSH 認証、SSH の鍵生成というものを押してもらったら、そのままデフォルトでいいんで、生成すると、できちゃいましたね。はい。で、ここのね、コメントはちょっと消しときます。別にそのままでもよかったんですけど。パスワードは絶対必要ですね。後からわかりますんで、とりあえずここ、同じものを2つ入れておいてください。はい、私は入れました。そうしたましたら、まず公開鍵の保存をします。まあ僕、このフォルダがあるからここに作っておきます。名前はそうですね。オラクルとでもしておきます。この間違って拡張子消さんといてくださいね。後ろの PUB っていうもの。はい。で、今度は秘密キーの保存もします。で、これもオラクルにしておきます。これ拡張子ないですけどね。で、これ、アンダーバーの RSA って書いた方が本当はいいですけどね。はい。
できましたね。で、今、鍵フォルダに保存しましたよね。それを確認してみますか。あることがありますよね。さっき作ったばっかで、時間も今の時間になってますよね。はい、OK、OK。で、ここにファイルを、さっきのやつを選択していきましょう。最初に作った拡張子が PUB のやつ。それをね、今から読み込んでいきますよ。これですね。はい。これを選択して、そうすると、ここにファイル名が載ってますかね。見えますかね。はい。こんな風になります。で、拡張オプションはそれほど心配ないですね。いりませんね。はい。じゃあ、作成します。はい。な感じで、まあそのまま名前とか皆さんはお好きなように付けてもらっていいと思いますが、プロビジョニング中ってなります。で、ここが、今ちょっと進行中に変わったんですけど、100%まで行くまで待たないいけないんですけども、そんな長いことかかるものではないと思いますんで、ちょっと待ってみますか。あんまり長いようなら、早送りしたものが動画で上がっていると思いますが。あ、ちょっと IP アドレスとかが振り分けられてきましたね。あ、さっき言うの忘れたんですけど、このパブリック IP アドレスは生成にチェック入れといてください。さっきちょっと画面で説明するの忘れちゃったんですけど。あと、秘密キーの方、オラクルっていう名前つけたんですけども、さっき言ったんですけど、アンダーバーの RSA ってやった方が、読み込むときそのファイルがですね、見えると思いますんで、そうした方がいいんじゃないですかね。まあ今日はちょっと急ぎ足でやっとるんで、こうなっちゃったんですが、ここから一気に進んだっていうのを一回僕作ったことあるんで、やったんですけど、ああ、もう今できましたね。急に進みましたね。やっぱそうですね。はい。じゃあちょっと今、このプロビジョニングっていうのが実行中になったので、接続試しに行きましょうか。では、割り当てられたこの IP アドレスを、同じことをここに打ち込みますが、一旦これはもう閉じていいです。さっきやったんでね。新しい接続で、このホストっていうところに同じものを入れてやりますと。はい。で、ここで OK。を押すと、あれ？ちょっと待ってください。なんか間違ったかな？ちょっともう一回やってみます。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。で、テラタームを使うんですけど、まあちょっとキーと打つと、あ、出てきました。はい。で、もう一回、なんか間違っとったか？で、これ何にも下がってないな。OK を、あれ、出ましたね、今度は。はい。で、ここになんか出ましたけど、まあ、そのまま続行で。ここのユーザー名ね、もう決まっておりました。OPC って入れてくださいって、公式に載ってました。OPC で、このパスフレーズっていうのが先ほどつ、鍵のとこで入れたパスワード入れてください。で、ここは RSA なんちゃらなんちゃらっていうのを押してもらって、このアンダーバーがついてないで見えてないな、さっきのが。多分そういうことだと思うんだけど、見えてない。すべてのファイルにします。で、さっきの方ではない方、拡張子がない方のものを開く。公開キーの方ですかね。そうして OK するとつながるとは思いますが。ああ、来ました。はい。ということで、こんな感じでいきました。つながりましたけど、ちょっとコマンドなんか打ってみますか。これつながってますよね。はい。と、こんな感じで打つとどうなりますか。あれ、ちょっとコマンド間違えました。あ、違う、これ種類のユニックスでした。ごめんなさい。これ違いますね。LS はいいですね。で、今どこにおるんですかっていう確認ができてますね。で、ちょっと見てみましょうか、中を。CD で。あ、しまった。あれがない。はい。
ということで、こんな風に打っていって、またここで何があるかを見ると、あ、こんな感じでありますね。この OPC の下にかなりあると思いますね、ファイルが。はい、今はちょっとやりませんけど、こんな感じで、作っていきます。あとは、ここにウェブサーバー立てたい方は、なんか入れてもいいし、あ、これは入ったばっかですからカスタマイズしなければならないんで、結構な知識はいるとは思いますけど、そこら辺頑張ってできる方は面白いと思います。まあ僕の場合、この後どうしますかね。ちょっとウェブサーバーで。そうですね。今日はここまでにしていくんですけど、まあここの接続できるとこまでっていうことにしておきますけど、何かまたありましたら、そうだな。まあウェブサーバーぐらいとか、あと FTP サーバーぐらいは入れておかないといけないかもしませんね。で、これ、あれなんですけど、SSH のポートを開放っていうことをせずにこれなってるんですけども、これはね、初めから開けといてくれてあるんで、それはやらなくて大丈夫です。はい。ということで、まあ今日はこの辺にします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。